鹿浜橋鹿浜橋は東京都足立区の荒川に架かる東京都道318号環状7号線の橋である。北側から見た鹿浜橋荒川の川口から 18.75km の地点の荒川に架かる総延長 922.0m の橋で、都各間である橋点 451.3m、重軽間の後半桁橋の一等橋で元橋部を挟むように 右岸側に長さ244.6メートル、左岸側に長さ226.1メートルの取付道路を有している。なお、取付道路は片側の福音8メートルで、歩道は設置されていない。また、水道道路併用橋でもあり橋に付帯設備として、内径1.2メートルの水道管を4本併設し、荒川を横断する水道橋の役割も持ち合わせている。また、 首都高速道路川口線の鹿浜橋で入り口とも接続している。橋の管理者は東京都である。また、災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。南岸の東京都足立区に行った一1.2丁目と北岸の道区鹿浜1.2丁目をつなぐ橋で、共鳴は旧足立郡の鹿浜村、鹿浜神殿にちなむ。 鹿浜橋は1924年に開作された荒川放水路に架かる最上流に位置する橋である。東京都市計画外路環状7号線は国道122号を境に西半分は東京オリンピックまでに整備をほぼ終えていたが、その東半分の大半が未着手だった。橋はその首都圏整備整備の一環として第一期工事が1962年10月着工され、 1965年2月竣工され、同年2月12日に開通した。事業主体は東京都で製作。施工は上部工を横川橋梁、日本交換、川田工業が行い、下部工を戸田建設、野口建設が行った。川警官はクローラクレーンより一警官ごとに仮設され、主警官はベント工で桁を指示しながらケーブルクレーンを用いて仮設された。 橋の右岸側には、福音8.0メートル、左岸側は、福音8.0メートルの取付道路を有している。また、右岸側取付道路に、福音3.75メートルの速度を併設していた。また、羽村水系と金町水系を接続する、総水本館2本もこの時に設置され1964年6月より、通水を開始している。 この工事は西に隣接する隅田川に架かる新上谷橋と同時に行われ、事業延長は2750.4メートルにも及んだ。引き続き、第二期工事に着手され、1968年に橋が上流側に1本増設され、四車線化された。また、工業用水、道管2本もこの時に設置された。橋の東詰めに鹿浜橋で入り口が開設され、 1987年9月9日に供用開始された橋付近はスーパー堤防化事業や五色桜に由来する桜の植樹事業が行われている鹿浜及び新田五山省荒川橋梁から新荒川大橋鹿浜橋五色桜大橋港北橋からありがとうございます。